機のスコークが7500に変更。7500。7500、まさかハイジャック。まさか荷物。でも、もし荷物が狙いなら、乗っ取りは最初から完全にブラフだったことになる。荷物一つのために捨て身でハイジャック、ありえるのか、そんなこと。こちら現場002、現場より立ち去る不審車両あり、追跡願います。2トンロングサイズの大型車、ナンバーは。Oh yeah, this sure is action filled.犯人グループの身柄を拘束。乗っ取り事案は終了。繰り返す。 That's rather uneventful. どうなってるんだ。現場より丸々に。乗っ取り事案は解決したが、移送は中止だ。というより、2の所在が確認できない。奪われた可能性が高いと見ている。じゃあ、やはりさっきの車両は、追跡はどうなっていますか？現在 N システムで追跡中だ。今後の対処を話し合う。すぐにゲストルームへ向かってくれ。了解です。This all seems so very fishy.随分とスピーディーな解決でしたね。最短でも半日くらいはと思っていましたが。なんというか、特殊技能を持つ者に動いてもらったといったところだな。もっとも人質に被害はなかったが、2を奪われてしまった。仕方ないでしょ。まさか荷物一つのためにハイジャックなんて予想しませんよ。こちらこそ申し訳ありません。僕が一番近くにいたのに。いや、十分さ。不審者の追跡が間に合ったのは君がいたからだ。あの混乱の中で荷物が狙いと気づいて犯行車両を見つけ出したのは
見事な手柄だ。ありがとうございます。あとは確保された犯人グループの取り調べと合わせて。それがそうスムーズにはいかないようだ。まだ詳しくは聞けていないが、取り調べは予想外に難航しているらしい。時間がかかりそうだ。Difficulties. 彼らはいわば捨て身の覚悟だったわけですから、たやすく口は割らないでしょうね。我々のミスだ。正直、遺産そのものが周囲に被害を及ばさないようにとばかり考えていた。ですが、これだけ特殊なものを狙った以上、犯人像も絞り込まれるでしょう。霧城に連なる者の犯行という可能性も否定できないな。白金くん、世話になった。とんだ騒ぎに巻き込んでしまったが、ここからは専門の組織が担当する。僕の仕事はここまでということですか。すまないな。これまでの協力には感謝している。This is a bit of a pickle. の通り予想外のことになった。今回の件は以後シャドウワーカーが捜査に当たる。そうなるとこれ以上の内定続行は難しいかと。だが現状最も霧城に接近できている内定者は君だ。ハイジャックの件で信頼を得たとも聞いている。君には続行をお願いしたい。なんとか不自然でない形でこの件と再度関われるよう今手配中だ。何をさせる気ですか。スパイのようなことは。追って連絡する、はあ、Going to bed, huh? An uneventful day. Just sitting and waiting for someone to call you. Sounds great. はい、白金です。もしもし、ナオト君？あ、今、お仕事の邪魔じゃない？ Oh.構いませんよ。遅くにごめんね。明日のこと一応もう一回聞いとこうと思って。すみません、やはり行けそうにないです。実は今も稲葉を出ていて。そっか、そういえば言ってたもんね。あんなら雨でも無理か。雨でも無理？あ、ああ、こっちの話。仕方ないよ。ナオト君の力がないと困る人がいるんだもん。助けてあげて。ええ。まあ、本当に残念です。先輩たちによろしく伝えてください。あ、分かった。頑張ってね。間に合う電車何時だろう。
She's a high school student after all. Then I want to... I mean... At that age, you just want to spend time with your friends, right? Kurosawa? He had helped Kiryu-san's activities on his own while he was a constable. Trying to remember if there was ever someone who... よく承知してくれましたね。かつては霧城さんたちに協力していたんでしょ。奴にも何か思惑があるような。それは君が直接聞けばいい。Detective。Yeah, it really is impressive having such a job. Kurosawa da. Shirogane Naoto desu. Osewa ni narimasu. Having such a job and being so reliable at this age. Uwasa wa kiite ru ze, shounen tante. Yoroshiku tanomu. He looks kind of shady to me. Ukanai kao da.いえ、そんなことは。我々の行き先はどこです？強奪に使われた車が見つかった場所。稲葉市八曽稲葉だ。昨年妙な連続殺人があったばかりだってのに、物騒なこったな。Well, what a coincidence, huh? 八曽稲葉？なんだ、Such a お前さん地元なんだろ？だから行くって話じゃないのか。シャドーワーカーから俺への依頼は、その連続殺人についての情報収集の協力だ。要は当時の担当刑事に会って事件の詳細を聞いてきてくれってことだ。連中公安な上に非公式部隊だからな。地方の所轄相手じゃすんなり話なんか聞けない。なぜ今度の強奪事件と何か関係が？公安なめるなよ。連中は平時でもシャドウ絡みの騒ぎがないか基礎調査をしてる。稲葉市は今札付きなんだよ。そこへあんな遺産が運ばれたとなりゃ当然関係を疑う。The junkyard. And interestingly enough, there's a lot of TVs out there.黒沢さん、一つだけ聞かせてください。なぜ公安に協力を？今頃か。最初に聞かれるかと思ってたが、
霧城満やシャドウワーカーを探っても後ろ暗いところなどない。だがそれが理解されるには遅かれ早かれ一度徹底的に疑われる手順が必要だ。となれば四角四面の役人よりお前みたいな物分かりの良さそうなのに探ってもらった方がいい。それだけだ。ご協力感謝します。あとは頼む。まさかあれが人型兵器。Perfect example of someone that you want to detain and pull in for questioning. もしかしてここからテレビの中に。他の隊員は車に残していく。ああ、全員で突っ込んで何かあったら目も当てられないしな。それを言うなら私たちも誰か残るべきなんだがな。残りません。この3人で十分だ。一気に肩をつける。問題ない。相変わらずだな。だが、向こうがどうなっているのかまるでわからない。油断はするな。はい。この雰囲気懐かしい感じだな。行こう。So it begins. なぜテレビに？どういうことだ？まさか奪われた遺産はテレビの中に？ Why would it be inside, though?初めてテレビに入るあの人たちが覚悟を決めたのに、僕だけここで引き下がるのは不本意だな。